けたからちょうどいいわ。いってらっしゃい。Yeah.
子供じゃないのよ。見た目の変化はないみたいね。行くぜ。カフェ聖火の宴に舞い散る。リング開始。イラ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 。おい、カフルさんが来たぞ。あ、カフルさん、大丈夫ですか？はぁ？なんの話？先ほど、半蔵様がジョンに声をかけるという事案が起きたそうなんです。あの人のことや、ただ声をかけるだけのわけあらへん。それが心配になって。ジョージにも。はい、ジョージです。だったらなんで私を心配する？ほらほら逃げるの？百連戦突破。
ダメでしょ、こんなところを一人で歩いてきゃ。さっき、この辺のジョジが感情に泣かされたらしいわよ。その話は聞いた、でも私は関係ない。そもそも私はジョジじゃない。本当かしら。飛ばすぜ。Thank you.
当然よ。惚れるなよ。当たり前でしょ。もう子供じゃないのよ。嘘だ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 
ダダだってこねたくなるよ。呼んだか。この程度できて当然よ。惚れるだよ。もういいです。みんなで私のことを子供扱いして。このままじゃ。待て待て、私はお前を子供扱いなんてしてないぞ。私に子供服をくれるってヤブミで送ってきたくせに。そういうことかい。私があげるって言ったのは子供服じゃないよ、子供の服だ。私の知り合いの中ではお前が一番早く母親になりそうな気がしたんだよ。それって大人ってことね。まあそうなるね。おやおや、甘えん坊だね。やっぱりまだ子供かな。